不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。皆さんこんばんは。不動産大学ヘッドラインニュースのお時間です。今日のニュースはこちら。視聴者さんが訴えられましたということで、ちょっとショッキングなタイトルになっておりますけども、先日の動画で都内を中心に家賃の値上げラッシュが始まっていて、で更新をするときに、賃貸借契約の更新をするときに家賃を値上げする親さんが増えているということについて、ちょっと動画で配信をさせていただいたんですけれども、これについてたくさんのコメントをいただきました。でそんな中、なんと実際に大家さんから家賃値上げで訴えられたという人からコメントをいただきました。これ非常に貴重なコメントでございます。実務でも重要な知識になりますので、今回ですねこれをご紹介させていただきながら解説をしたいと思います。そんな中ですね、実は昨年の試験問題でもこれに関連する知識が問題として出ているんです。まずはそちらの方一回やってみてから、コメントをご紹介したいと思います。いきますよ、こちらです。令和5年問い12、令和5年7月1日に締結された建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば正しいものはどれか。で、今回やりたい選択肢はこちらです。現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は認められない。さあ、どうでしょうか？覚えてますでしょうか、この選択肢。これもですね、非常に重要な知識なんですけども、はい、これ答えは、はい、×でございます。これはですね、一言で言ってしまえばそんな規定はありません。現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していなくても、大家さんというのは家賃の値上げ請求はできるんでございます。で賃料の増額請求というのは、次のですね、事情を満たしていれば請求することは可能です。経済事情の変化、近傍同士の建物の借賃に比較して不相当、こういった条件を満たしていれば賃料増額請求が成功するというふうなお話なんですけども、最近はですね、これらに該当する可能性が高いんじゃないかというふうに予測した大家さんが強気に家賃増額に乗り出しているというような状況なんでございます。ちなみにこれですね、誤解のないように言っておきますが、これはあくまで賃料増額請求ができるということです。賃料増額請求をしたところで、そのままその要求が通って増額になるということじゃないです。あくまで請求ができるというだけです。それを請求に対して賃借人の方は合意をしなければ値上がりはできません。で合意をしなかった場合にどうなるかというと、これからご紹介するコメントのような状態になるんでございます。いきますよ、こちらです。田中先生、いつもためになる動画ありがとうございます。とんでもございません。裁判をすれば賃料を上げられるかもとおっしゃられていましたね。私はまさにこれで被害に遭ったことがあります。賃借人の立場で大した正当事由もないのに退去しろと言われて嫌だと反発したら裁判を起こされたのです。こちらは一般人ですから弁護士費用の負担も大きいですし、何より精神的に参ります。賃貸人は投資目的で複数の不動産を売り買いしているような人ですから、裁判に慣れていて資金力も大きいようでした。追い出すまで裁判を続けるスタンスでした。結局こちらが折れて示談金を過去引っ越し費用程度をもらって泣く泣く出ていくしかありませんでした。賃借人の立場は強いと言いますが、このように資金力のあるオーナーに裁判を起こされたら一般人はひとたまりもないのが現実ではないでしょうか。それとも他に自分を守る方法があったでしょうか。先生、借地借家法様どうか教えてください、ということでコメントありがとうございます。ということでですね、まずちょっとお話を整理したいと思います。まずですね、賃料増額請求というのはあくまで賃借人の合意が必要です。先ほど言った通りですね、一方的に上げられるというわけではありません。これがまず大前提です。ただほとんどの賃借人の方というのは値上げに反対します。当たり前ですよね。皆さんの住んでる部屋の家賃は明日から値上げしますって言われたら絶対に反対しますよね。なので実務上どういうことになることが多いかというと、例えば大家さんが2000円の値上げをですね請求してきた場合であれば、そこで話し合いをして、じゃあ間を取って1000円の値上げで合意しましょうということで、双方に妥協してもらって1000円の値上げっていう形で合意に至るというケースも結構あります。あとは、もう、かたくなに賃借人の方は拒否すれば、大家さんによってはもうそれで諦めて、普通に、これまで通りと同じ家賃で更新するというケースもあったりします。で、この方の大家さんの場合は、それで諦めずにですね、訴えてきたという形の状況なんだと思います。で、これ、この方の状況は実際どうだったかっていうのは、はっきりとは断定できませんけども、ただこういうケースって非常に多くて、例えばですね、プロの投資家の方の場合というのは、あり得るケースなんです。特にですね、前の大家さんが売却をして、それをですね、売却した物件を購入した新オーナーさんですね、要するにオーナーチェンジをしたような物件とか、あとは前の大家さんがローン払えなくなって競売に出されて、その競売物件を落札した業者とかプロの投資家の方ですね、こういった方たちというのは裁判までして家賃値上げを要求してくることがよくあります。これは手当たり次第にそういうことをしているというわけではなくて、一つのポイントとしましては、相場よりも安い家賃で住んでいるとこういうことがよく起こります。
そうなんです。これまでですね、私が不動産業界に来てから、まあ、もう10年以上経つんですけど、15年以上かな、もうすごい長い年月経ってますけども、その間に家賃というのは基本的にはずっと下降してました。値上がりしたという記憶は私はありません、まあ、場所にもよるかもしれませんけども、都内でもほとんど値下がりしております。でそんな中ですね、ずっと安い家賃でずっと来てるわけですよ。敷金ゼロゼロとか家賃もすごい安い物件とか都内には結構あります。そんな中今ですね、不動産価格が上がってるっていうのはですね、状況になっているので、大家さんとしてはここで上げたいっていう意識が非常に強いんです。なのですごく下がってて、あまりにも相場よりも安いものに関しては元に戻そうとしてるんですね。でプロの投資家の方というのは、裁判を起こせば裁判所にですね、このぐらいの家賃までなら認められるだろう、裁判を起こせばここぐらいまではいけるだろうっていう予測が立つんです。これはプロの投資家の方もそうですし、業者もそうです。宅建業者ですね、そういう買い物件を落札したりとか買取業者なんかはそういうのを狙ってるんですね。これは私でもある程度の予測はつきます。でさらに言うと、裁判についても慣れているので機械的に起こしてきます。これ自分自身でも裁判を起こしちゃう人もいますし、もう弁護士、顧問弁護士がいて、その人がもう機械的にもうあの訴訟を起こしてるっていうケースもあります。ではなぜ買った物件の家賃を増額しようとしてくるんでしょうか。これここがすごく重要でして、もちろん毎月のですね、こう家賃収入っていうものを増やしたいっていうのは当然なんですけども、重要な理由がもう一つ実はあるんです。はい、それがこれです。高く売るためなんです。これ非常に大きいんですね。これはアパートとか賃貸マンションの場合というのは、物件の売買相場は賃借人が支払っている家賃によって大きく変わってきます。特にですね、分かりやすいのが区分マンションの場合です。要するに分譲マンションですね。例えば都内の物件の場合だと、例えば同じ物件で401号室が家賃8万5000円で住んでいて、その下の301号室が昔から新築当時からずっと住んでるお部屋で、家賃が高くて9万円で住んでるとします。こういうことってよくあるんです。分譲マンションだとあるんです。親さんがそれぞれ違うの で長く住んでいれば住んでいるほど家賃が高いままになってるっていうケースが非常に多いんです。このような場合どういう違いが生まれるかというと、仮にこの2つのお部屋を売却した場合に、だいたい価格差が同じ間取りで同じスペックだと仮定しても、およそ250万円以上301号室の方が高く売れる可能性が高いんです。それぐらいですね、いくらの家賃で賃借人が住んでいるかというのは物件価格に直接的に影響をするんです。これはその物件のですね、部屋の中の設備とかそういうことよりも、正直言うと家賃がいくらなのかっていうことの方が重要なんです。まあ、簡単に言うと、家賃が1000円高ければ同じ部屋だとしても、売却価格が50万円前後高く売れる可能性が高いということになるんでございます。こういう事情があるので、これ慣れてる投資家とか業者に関しては余裕で訴えてくるんです。で裁判費用はかかるじゃんって思うかもしれませんけども、そうでもないんですよ。なんでかというと、実はこれ訴えれば判決が出る前に、財力のない賃借人の方がもう根負けして、もう値上げ分かりました、もう合意しますっていう風になったりとかっていう風に、ある程度和解をしてしまうケースが多いんですね。判決まで行くケースっていうのは結構少ないと思います。ですから訴訟が長引いて裁判費用がかさむリスクも低いんです。これ自分自身で訴訟をやってしまえば、もう費用なんかもう印紙代とかそれぐらい、訴訟を起こす時の手数料ぐらいなんで、そんな大した金額にならないんです。もちろん時間取られるってありますけども、慣れてしまえばそんな大したことないんです。例えば不動産屋さんとか管理会社に頼らずに全部自分でやっているような投資家さんのレベルだと、こういうことをしてくることがですね、結構あります。でこうなったらですね、正直仕方がないです。納得できなければもう退去して、他の物件探した方が早いと思った方がいいですね。裁判に付き合っても正直誰の得にもならないっていうのは私の見解でございます。これが実態です。でこれはですね、誰にとって有利不利ということよりは、これはですね、結局は相場がいくらなのか、ここがですね、すごく重要だということになります。例えば正常の家賃で住んでいるのに値上げでこう打診してきたとしても、この裁判までやればその値上げは認められない可能性は十分にあります。これ訴えてくるということは、自分が住んでる部屋の家賃が相場よりも安いという可能性があるということをまず思ってください。認識した方がいいです。これ注意していただきたいのは、よくですね、家賃交渉してくる賃借人の方っているんですよ。これは住んでる状態でしてくる人もいれば、入居するときに家賃ちょっと安くなりませんかっていうふうに言ってくる賃借人の方って結構いるんですけれども、仮にですね、そこで下がったとしても、あまりにも下げると、大家さんとかがチェンジ、オーナーチェンジしたときに、裁判を起こされたりとか増額請求されるっていう可能性はすごく高いと思っておいた方がいいです。これは下げたらですね、ずっと下げたままいけるというふうには思わない方がいいです。特に今の社会情勢からすると上げられる可能性非常にありますので、まあ、そこに関しては結局はですね、どっちが有利不利というよりは、相場よりも安くなっていると賃借人の方が不利になります。裁判を起こされればですね、それだけのことでございます。なので、まあ、もし納得いかなければ、もう他の賃貸探して、結局空室の物件の方が大家さん困ってるので、空室の物件でですね、家賃が下がりそうな物件にも引っ越しちゃった方が早いです。まあ、これは結構当事者になると大変なお話なんですけども、結構シビアになります。ここは相場よりも安いか高いかで判断するしかないかなというふうに思います。あなたのお部屋は大丈夫でしょうか。以上、不動産大学ヘッドラインニュースでした。ということで、また明日。